できるんでしょうかね。誰でしょう。はい、すぐなが桃子のくしゃみ。あやとちり、お願いします。あのね、くまちゃん、打ち合わせしたの知らないんだ、みんな、ね、今のは出たから手あげるっていうのが正解だよね、はい、もう早くモノマネしたかったね。仕方がなかったね。まあいいでしょう、でもね、つぐなは桃子のくしゃみ、はい、これ誰、はい、はい、くまい、うた、くまちゃんだったの、モノマネが、さしすらつかなかった。でもつぐなは桃子のくしゃみ自体があんまり分かれへんけど、大丈夫、知らなくて、初見でも、大丈夫です、もうやってみせます、お願いします。え、勝つの、それカメラさん大丈夫、見切れてない、後ろ見切れてないですか、ちゃんと映ってますか、はい、いきますよ、はい、あ、でもそういう感じだよね。そんな感じ。なんか、本当にこれくしゃみしてるのっていう感じ。わかる。くしゃみじゃないでしょうと。すっきりしない感じなんですよ。くしゃみでね、もうバーン行きたいもんね、あれ。そうなんですよ。なのに、こう、最初、はって溜めるんですね。うん、だからなんか、その後、くしゃんって、なんか、真似で、真似できないですけど、なんていうの。真似できないから。真似できないから。全体的に真似できない。そうそう。ちょっと実際どんな感じなん？いや、今全然小よりで、いやいや、いつもやって、いつもやって感じでやってみ、ハクシュみたいな感じで、違う違う、でもさ、最後にヘクシって言いません？そう、なんか、なんだろう、ブエクションっていうくしゃみをする方結構いらっしゃるんですけど、なんか、え、なに、え、なんか変だった今、うん、なんかブエクションみたいなことを、うん、っていう方いらっしゃるんですけど、うん、やっぱアイドルだからくしゃみまでも可愛くないとなと思ってたら、うん、自然にそういうくしゃみが出るようになって、はい、ほんまんつ、いや、あれはくしゃみじゃないですね。何あれは、あれは、うん、なんか一つのなんか何アピールでしょ、だから自分をこうなんとなくアピールしてるわけでしょ。あんまりクマちゃん困らせないであげてください。いや、まあいいですけどね、うん、そのね、そういうくしゃみなんだよね。10年間一緒にいてそうやって思ってくれたんだよね、うん、はい、ありがとう。いえ。他にモノマネできる人、はい、はい、じゃあアイリー、私は、はい、エイクボハナちゃんのモノマネ。おー、レアですね、これは。座ってていいの？出てくる？出てくる？大丈夫、そこでいいの？あ、出ます、はい、あ、出ます、ここでいいですか？こっち、こっち来てもいいよ。声なんですけど。あ、声なんで座っててください。そうですか。はい、はい、じゃあそこでもいいですよ、はい、やりやすいように。初めてオーディションに受かって、はい、ステージに立って、はい、受かりましたっていう、こう報告をする時のエイクボハナちゃん、はい、多いですね、いいですね、いきます、はい、はじめまして、チェッキメンバーになりました、モーニング娘。の飯窪春菜です。あれ、あ、ちょっとさっき、いつもの方が上手いかもしれない。発声しないで、発声。え、実物はどんな感じなの？え、モーニング娘。になりました、飯窪春菜です。あ、なんかちょっと治ったね。ちょっとダメだった。はい、他モノマネできる人、はい、はい、じゃあ林、はい、私は、うん、実機メンバーの佐藤雅樹ちゃんのモノマネしたいと思います。おー、いいね、いいね、はい、いきます、はい、まー、あ、ちゃんはクドゥーがお菓子食べてたから一緒に食べてたんですよ。だからでも怒られたから、でもまー、あ、ちゃんはクドゥーが食べてたから、あ、田中さん、あ、なるほどね、なるほどね、まあまあまあ出てますね、雰囲気ね。さあ、他誰ですか？はい、はい、いこう。旧期メンバーの生田絵里奈さんの自己紹介。おー、いいですね、はい、世界一のアイドルを目指している生田絵里奈です。今日は生田絵里奈のタオルをちゃんと買ってから帰ってくださいね。ちょっとニュアンス、飯窪ちゃんにしかごめん聞こえなかったんだけど、でもちょっとね、ちょっとだけニュアンスしてますけど、ね、頑張ってねっとりさせようとしたね。ねっとり、今ねっとりしてるか、ねっとりしてませんか？ねっとりはしないでしょ。そう聞こえてました。まあね、まあでも、まあ、でも似てました、なんとなくね。他ないですか？ハロー以外でも、あ、あれ、あ、含むな、ハロー以外じゃないですけど、はい、うん、